恋愛もあのスロットに出るんかもわからへんな。1から6、一周することが天井みたいなことです。何を言うてんの、浮いてるやん。下ネタじゃないですか。神聖な気持ちでスロットしゃべる。どうも、かまいたちです。ウスキー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 。さあ、本日はですね、はい、負けたパチスロベスト3、大負けね、はい、大負けしたパチスロベスト3ということで、はい、いろんな普段やってる YouTube の中でもこのスロット系の YouTube が意外にこうターゲットに刺さってるというね、うん、スタッフさんとかでも見ましたって言ってくれる人多いですね。昨日も言ってもらったで、ここまでハットかぶったスタッフさんになんか言ってった、怪しいスタッフさんに、うんうん、じゃあまあちょっとね、今日は前回は好きなパチスロとか言いましたけど、うん、今回は大負けしたパチスロね、はい、なんかめっちゃ勝った時も印象残ってるんですけど、それ以上にやっぱ大負けって印象残ってるからね、うん、やっぱ好きやから大負けしちゃうんですよね。そういうことですよね、うん、面白くない台だったらそこまで突っ込まないんですけど、うん、そう、ね、そう、面白いからなんかもう興奮しちゃって、戻ってきた時の快感とかも分かってるからさ、うんうんうん、やめれないの。めっちゃ負けてると思う、俺はトータルで言ったら。みんなそうよ、みんなそうよ。てか勝ってる人もおるか分からへんけど。第3位は、うん、オス番長。おお、負けるよね、オス番長も。めちゃめちゃ負けた。いや、もちろんね、勝ったこともあるんすよ、はい、でも俺、超大勝ちっていうのがもうほんまないというか全然超大勝ちしてないのにめっちゃ行ってまうっていう。そうやね、あれってオス番長って吉宗の後継機じゃないけど、吉宗の流れで出たよね。そうやね、吉宗亡き後は私にお任せくださいみたいな感じでオス番長が出てきたんですけど、うん、確かに面白いのよ。おもろい、演出も全部面白い。でやっぱこれもちょっと継承されてたね、襖の降格の時の特訓モードやったっけな、うん、で紐引っ張ってさ、テリンって重りがドーンと落ちてきたら熱いっていう、そうそうそう、うん、あの演出も素晴らしかったよな。面白かった。重りがめっちゃ重くなって、かつ特訓が長く続けば続くほどいい。特訓モードやからっていうことやもんな、うん、まあ、吉宗の気持ちで打ってたところもあるから、うんうん、吉宗が亡くなってから打ってたところがあるから、はいはい、吉宗に期待するバックを期待して打っててん最初。あ、そういう意味で言うとね、6万ぐらいかな。あー、言ってますね、うんうんうん、ボーナス中にボーナスを揃えれる、うん、はいはい、それがやっぱすごいテンション上がることやから、うん、ほんでプラスパンダと戦うって。そうね、川の中から大きいパンダが出てきたらいいみたいな。大きいパンダ出てくるんだよ。そういう演出がってことですか。演出が、うん、普段は滝の上からボーナス中に子役が落ちてくる、うん、でその子役を主人公が支える。そう、うん、それがもう吉宗の後継機やなっていうのが、その子役も家紋みたいな感じで、ちっちゃい子役、大きい子役みたいな感じで落ちてくるの。だからでっかいベルがめっちゃ落ちてきたら、もうそろそろパンダ近いんちゃうかな。吉宗の家紋のように。いや、ちょっと家紋わかんないですけど。いやいや、家紋で半笑いされたの。子役っていうのも子供の役、子供とかじゃなくて。おかしいやん、ちっちゃい役ってことですか。芦田愛菜ちゃんが落ちてきたりさ鈴木福君が落ちてきたり、おかしいやん。わかんないんで。激アツやん、それ。いや、番長の大当たり確定やん。番長の子供ゆっくり降りてくるのかな、その場合は。ポン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 ってゆっくり芦田愛菜ちゃんが降りてくるのかな。大観門的な。あ、その役ですね、はい、そういうこちっちゃい役ね、はい、リプレイっていう、この間ねちょっと教えた役とか、うん、ベルとかいう役がね、そう、あの辺が。だからほんでこれも赤七と青七やったやんな。そうで、青七の方が熱かったやんな。青七の方が熱い。ボーナス中にそう揃う確率が高いのよ。ボーナス確定で成立した後にこう揃えんねんけど、やっぱ青七、ほんでまたこれさ本当に意地悪というかさ、うん、面白くできてんのがさ、まあ、みんなだから最初青七を狙うわけよ、うん、期待を込めて、うん、で打ち方がこう3個リールあるやんか。左リールからまず止めんの、うん、バシッ赤七青七、まあ、3つだったら上に赤七青七他のからやね、うん、だから赤七青七ね。
うん、で真ん中のリール飛ばして右側のリールをパチって止めんねん。だから赤七、青七、別のお金、うん、だから言うたら赤七リーチと青七リーチがこうダブルでくんねん、うん、でここの真ん中止めるときに赤七と青七がくっついてんねん、うん、だからもうほんまにどっち来るか分からへんねん最後まで。 そうやね、そこがまあ揃え方にも人の個性出るとか。そう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 、てかまず分かってる、濱家が言ったこう左リールをして右リールをして最後に中リールをする押し方は何？何打ち？打ち方の名前もあるんですか？うん、両攻め打ちとか、そんなことですか？下ネタ、下ネタみたいな。下ネタ？両攻め打ちって。ハサミ打ちやろお前。挟んでんねんから。あ、そうなんです。お前ハサミ打ちや。じゃあこれは？左リール、真ん中リール、右リールベーシックなやつ、うん、あ、ベーシックなやつ、あ、それは右から打ちとか。左から押してるやん、まず台から見てんのか、お前。いや、わかんない台側に立ったの。あ、こっちからなんだ。 台として答えてんのか。 台みたいな台形やけど、ヒント、順番に押してるよね。順押し。おお、そうそうそう、聞いたことあるやろ、順押し。もないですけど、自分押し、はい、挟み打ち、親父打ちみたいなのもあったね。親父打ちはもう子役を狙わずにパンパンパンって打つ、うん、親父さんとかはもうそんな子役きっちり狙いに行かないから、うん、親父打ちっていうのもありました、うん、あと中押しもあります。中押し、うん、北斗でね、ようやってた。真ん中から先止める、そう、うん、逆押しもあるし、変則打ちもあるし、うん、いろんな打ち方がある中でみんな選んで当時打ってたの。だから俺はそのバシーンって来たところの真ん中にこう赤7と青7どっちが来るのかっていうのでも最後楽しみにしてた、ね、俺はもう順押しで、うん、もう2リール目でもう決まるわけ、うん、でもそこで7でテンパらせた時の自力感が半端ないから。なるほどな、うん、俺が止めた、そう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 、ちょっと滑らしたみたいな、そう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 、これがたまらなかった。 でもそういうのがあるからどん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 負けていくんですけど、うん、その負ければ負けるほどビッグ揃った時に赤なのか青なのかっていうのが重要になってくるのよ。どんどん負けていけばいくほど青七を欲しするわけやから、負けた時のもう喉かっかの状態で水飲んだ方がうまいっていうのに、もうないでっていう時に青七ビシャン揃った時とかをうわーってなんねんけど、でももうバーやった時とかはもう終了やな。終了に近いね。ほんでこの青菜穴も北斗の時の、前回言いました北斗の剣の時の北斗揃いと同じ感じで、うん、青菜穴で揃えた時点で島のみんなは、うん、青菜穴で揃えたなあいつ引くんかなみたいになってるから、青菜穴で連チャンしなかった時は恥ずかしいからね。でもその恥ずかしさは出さないからね、こっちは。当然単発で終わると思ってましたというスタンスで平然を装いながら消化します。で、あのこの演出でね、はい、こう番長がこうやっておるとこに片方だけピシッと閉まってさ、でなんかあのうーん面白いよな、あのズボン引っ張ってるみたいな演出。なんか誰が考えたの。面白いよな。片方パッと閉まってうーんってなんかズボンみたいな引っ張られてんねんけど、でボタンを押していったらポンって引っ張られた後の、あのなんか丸刈りの学生みたいなのが出てきて、青色やったらリプレイに連動してますとか、黄色やったらベルに連動してますとかやねんけど、うーんで普通の多分体操服の違いとかもあったやん なんか、うんうん、ジャージやったらなんかとか、はい、で青色で普通にリプレイに連携してるとかっていう演出が俺の中では一番寒かった、うんうん、だって白の方が俺はあの調子いい感じやったら、外れ役やからね。そう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 、でそれでもう塩続いて興奮してんねんけど当たらへんみたいなイメージが結構ある。番長はだから俺みんな好きな人多いけど、めっちゃ印象いいかって言われるとそうじゃないのよね。なるほどね。いやこれだからあの前兆が怪しい演出が多いから、やめるにやめれなくなるんだよ。そうやね。あれもしかしてこのさっきのうーんうーんの白の外れで前兆入ってんのかみたいな感じで
やめれなくなって、もうちょっと様子見よう、もうちょっと様子見ようっていうので当たりの前兆がコンスタントに熱いんちゃうかと思わす演出が多かったよね、はい、俺一番弱いからそういうの、うん、俺のこと好きなんちゃうんかなって思わせぶりなことされるとね、もう一生追いかけてしまうからそういうのってやめれないから止まんない。そうだから恋愛もあのスロットに出るんかも分からへんな。スパッとやめれるか、台をすぐ変えるのか、あ、うん、気になるな。で自分が打ってた台見に行っちゃうしな。そう、元カノの様子気になるんだよな別れたはずなのに今どんなやつ付き合ってんのやろうっていう。お前次の彼氏でめっちゃ出してるやんみたいな幸せそうやんっていうね。拭いてるやん拭いてるかどうか。台がね、台がよ、台が拭いてるって言うの、ね、めっちゃ出てる時。そう、いや下ネタじゃないですか。神聖な気持ちですよ。いや、それはすいません、分かんなくて、たまにそういうことも言ったりするんで。いやいや、今日言ってんのはあなたですね、両攻めみたいな、なんか台が爆裂してね、うん、メダルめっちゃ出てるの拭いてるっていうの、はい、あ、そうなんですね、失礼しました。この話してるしっかり言うな、しっかり言うな。だから見に行って拭いてるやんとか、うん、あ、なるほど、びしょびしょやんとかそれも言うんですか。それ言わないです、びしょびしょやわ今これ第3位、はい、じゃあ僕の第3位こちら、用意してる、ミリオンゴッド4号機の初代のやつね。俺売ってないね、それ売ってない、うん、俺もこの当時キンパルっていう、はい、スロットがあって、みんな言うよな、俺らの1個上の世代の人たちはもう金パルやったな、うん、金パルはもう楽しすぎて下校下校下校って、うん、カエルが出てきたら熱いのよ。うん、カエルが4回出たら確定みたいな、3回でも熱いみたいな。え、液晶あったっけ金パルって。液晶あるタイプの金パル時代、 あの初代のパルサー、ジャグラーに近いのはパルサーっていうやつで、キングパルサーっていうのは液晶も入ってて、うん、で、あのここにね、ドットのやつでカエルがピョン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 って出てきたり、あのビヨーンってでっかいカエルが出てきたりするやつがあって、それが低設定でもそこまで負けないストックギアで。俺はそれをあの主に売ってた時代に、このミリオンゴッドっていう爆裂機が登場して衝撃やったわけですよね。若者はみんなこっちに行ったわけ、うん、で、このゴッド揃いで一撃5000枚だった。えげつないな。中段で、まあ、ゴッドが揃ったら5000枚ってことは、10日交換のお店だったら10万円一回ゴッドが揃えば、うん、で、ゴッドが揃ってるってことは、まあ、結構続くパターン多かったから、うん、そっからだから一撃まあ10万、15万とかの代だったわけですよ、うん、ほなさ、若者みんなそっち行ってんのに、うん、そこで金パル打ってるってやっぱ逃げてるみたいな当時の風潮としてね。いや、お前が思ってただけかもしれないけどまあなんとなくわかるよ、言わんとしてることは。なんかそんなもうビビってるよお前、若者こそ大味なミリオンゴッド打った方がええやろみたいな感じで、うん、みんなにほだされて俺も打ち出して、うん、でこれ勝つ人はめっちゃ勝つのよ。前も言ってんけど、ほんま何万枚とかも出す人おんねんけど、当たんないの初当たりが。ほう、全然当たらなくて。そのボーナスゴッド以外に普通の7揃いもあったっけ。そうそうそう、7揃いもある。ゴッド以外もあんねんけど、うん、7揃いもあって、それがどんだけ連チャンしていくかっていうのが、うん、ミリオンゴッドの醍醐味やってんけど、うん、この他の台と違って子役があんまり揃わないから、うん、50枚で1000円 で借りれるメダル数、50枚で回せる回転数が、うん、ミリオンゴッドってめっちゃ少ないの。最短だから50枚やから3枚で消費していくから、うん、17回転、普通の台って23回転とか25回転1000円で、まあ、回せるわけよ、うん、それがミリオンゴッドはほぼもう1000円でしか、50枚でしか回せない、最短の17、18回転ぐらいしかしないから、うん、でしかも天井が1500回転。あ、朝から天井まで行ったらゴッドと同額ほぼ行っちゃうわけ。10万ぐらいは、うんうん、でも人気やから朝一ゴッド座るやんか、うん、ほなもう
途中で600回転とかではもうやめられへんねんな。だからかるわ、もう座った時点で行くとこまで行くしかない。途中で600回転とかで投げるなんかもう他の人にお小遣いあげてるようなもんやから、うん、もうみんな一回座ったらもう天井までは行く覚悟で打ってるわけ。確かに。じゃあなんでゴッド座んねんやもんな、うん、600でやめんねんやから。 それこそ辻褄が合わなくなるから、うん、もう座ったら当たり引くまで行くしかないっていう台で、俺はもう朝一直行天井で13万ぐらいもが一番負けたのかな。ほんでそこで単発だったら、うん、39度ぐらい熱出る。もう暑くてしょうがない、体が。そっから連チャン始まって取り戻せることめっちゃあんねんけど、もちろん単発で終わることもあるわけよ、うん、そうなった時のこの顔真っ赤でカッカしたまま、でもお金はない、他のやつにがもうハイエナ狙ってる、でも出ていかなんか、うん、殴るよね人は。いやあかんよ。一番あかん結果だ。人を殴るぐらいの感情になってた。これはめっちゃ負けた。ほんまこれはだから言っていいかどうか分からんけど、俺はそういう時に、うん、もうお金もない、でももうやめなあかん、うん、明らかにハイエナがおるっていう時はもう、うん、麦茶のちょっと入ったペットボトルとかここに置いていた。店員さんが店員置いといたらなんか場所を取ってるっていう意味合いがあるのよ、暗黙のルールで。ここは誰かがもう予約してると、座りに来ますよっていうあんねんけど、まあ、30分ぐらい経ったらどかされんねんけど、お店の人に少しでも自分が打ってた台を他の人に座られたくないっていう気持ちで、そう置いていくねやっぱり当時の若者は、うん、悪あがき。ほんで打たないんだったら置いていくのやめてくださいって言われる時用に多分少ないのを置いてるんだよ。いやそれゴミで、ゴミで捨ててもらうつもりで置いてただけで台なんか取ってませんよっていう言い訳もできるっていう。カスですよ。いやでも俺はほんまにいつもほんまに自分がのかなあかんってなった時はもう明らかに何にもないわけやん、もうどうしようもないわけやん。3枚ずつ消費していくからメダルって、うん、2枚とか1枚残ったりするのよ、うんうんうん、でもう回せない、回せない、1枚2枚じゃん、うん、ってなんのが嫌やから俺4枚残しとかでメダルも置いて帰ったりしてた、うん、じゃああれこれまだ売ってんのかなって言ってちょっとでもちょっとでもハイエナたちに判断を鈍らせる、そう鈍らせるために4枚置いて帰ったりしてた。いややから。ダメな子。そう。抜いた瞬間座られたりとかしたらさ、許されへん。そう。あ、それで座った瞬間に大当たりとか出たらもうさ、精神がもう、そうやね、もう安定崩壊するから、4枚メダル。プラスそのこんなハマってさ、単発引いて、ほんである程度回して、そこでやめたら普通やめないからお金あったら、あいつ資金がなくなってやめたなって。って思われたらもう舐められてるから、なんかちょっと電話かかってきた風にして帰っていってた。急遽、うん、急遽用事が入った。急遽、うん、急遽用事が入って俺は帰らざるを得ない、お金はあんねんけどっていう姿勢は残して帰って、うん、そうだから俺は帰るけど残像は置いていくっていう気持ち、うんうんで戻ってくる気配を残すためにさっき言ってたみたいにペットボトルのもうのあとちょっとの置いたりとかメダルを4枚1、2枚置いたりとか、うん、であいつ戻ってくんのかな、1、2枚やったらすぐああまあまあそうか最後あれやったからかっていうなるから、うん、4枚でそれはもう店員さんが店員さんに言えばいいの、周りの人はここ戻ってこないんでもう座っていいですかって店員さんがいいですよって言ったら座って OK やから、それは店員さんに確認しないあなたが悪いですよって。じゃあ続いて僕の第2位、はい、吉宗。あ吉宗、あれ大負けしたんも吉宗や、ね、あそうなんや、やっぱり大勝ちを知ってるから大負けしたのもやっぱ吉宗で、あ私も
第2位こちらです。まだゾクゾクするわ第2見たら。あ、そうやなんか前回スロットの時そうや4号機の吉宗っつってたのになんか5号機のかなあれ、うん、なんか後継の、うん、全然違うからすいません、それもあ、そうなんですか、ちょっとそれも指摘コメントあったんですけど、うん、ちょっと僕の知識不足で、うん、その何ですかそのエヴァみたいななんか4号機5号機とかもあんまよく分かんなかったんですけど。ええエヴァえどういうこと。エヴァも 5号機がなんかよくエヴァも4号機 A タイプで出てるから今ややこしいけど、それどっち、エヴァの何初号機、いやそう2号機3号機とかの話。えそれエヴァのパチスロのパチンコとかの話。エヴァのパチスロあるよ。じゃなくストーリーの中の初号機とかのややこしい。エヴァンゲリオンも出てんのスパチスロー。すいません。4号機で7の色がいろんな種類あって、あそうそう白とかね、うん、揃った時にどの7かは一発で当てないとメダルちょっともったいないっていう台あったからややこしい言い方。すいません。4号機っていうのがそのお二人がその昔よく燃えてた時代に全盛期ね。でもあんな似てたっけって思うぐらいやったわ。この光景のこの間間違えた吉宗のパネル。いや分かる。その後継機の方あんま打ってなかったから分かんなかった。俺これ吉宗は俺めっちゃ勝ってる印象やね。めっちゃ勝って多分トータルしたら勝ってんちゃうかなって思う。この台は万枚と呼ばれる憧れの払い戻し、いわば20万ですね。20万ですね。1万枚超えるっていうとかも何回かやりました吉宗で。でそれを知ってるから一発吹けば取り戻せるっていうので入れてしまうんですよね。で俺これ多分ねストレートで負けたんが12やったかな。天井やね。天井や。ほぼ天井まで回して天井バーとかちゃうそれ。そう天井バーで終わったんや、うん、資金がなくなって、うん、期待値が高いわけよ。だから前回も言いましたけど1回の大当たりで1万5000ぐらい出るわけですよ。で内部で成立してボーナス中に5回ストックできるから、うん1回の大当たりで7万5000円、うん、ボーナス中にストックできるわけなんですよ。っていうぐらいの台なんで期待値が高い分何にも起こらんかった時の苛立ちはだからひどいからどんどん入れちゃうのよね。濱家は特にこれでめちゃくちゃ連チャンさせてたから、だから1回ビッグ引いて1回で終わるっていうのがなかったよ、ね、あんまりありえへんって思うってことやろ、うん、1回引いたら連チャンさせれると思ってるってことやろ。俺がこの台の良さを引き出せれると思ってるからだから1回のビッグでは終わられへん、1回のバーでは終わられへん。俺はだから濱家のそれを見てて濱家あんなん出てんねんから俺も出るやろと思って大負けしたパターン。あんな出る台なんだと思ってやって出なくて、普通にある程度自分で納得いくスロットができてたらやめれんねんけどなんか納得いくスロットできてたらやめ時もうんなるほどねってやめれんねんけど、チャンスを何回か迎えてそれにしっかりとした気持ちで立ち向かえてたりしてたらね。そうそうそう、何の熱い演出も来てない、何の見せ場も作れてないような状態ではやめられへんから、だから1見せ場っていうのでどんどん熱くなっていったり、逆に俺一回やったのが吉宗って一回ボーナス引いた後198元まででしたっけ。193円だから193元までかな、うん、なんかチャンスゾーンみたいなのがあんのよ。でその間はとにかくやめたらダメ、そのチャンスゾーンの間は連チャンする可能性があるから、うん、そこまでにやめるなんかもう意味わからん、うん、なんで連チャンしたくないんですかって話だから、うん、で俺がなんか読んでた雑誌で多分合ってたと思うんだけど、その193ゲーム以内に吉宗があのバトルで一番強いのがあのなんか鬼みたいなやついたんや、はいはい、そう一番弱いやついたんや、中兵やったみたいな、まあ3人とも名前うる覚えやけど、でもそれなんて名前やったかな、デカ太郎中太、はいですわ。デカ太郎が一番強くて、うん、真ん中のやつは普通で、で中太がもうとにかく激アツで、うん、で攻略本みたいなの前読んでた時に193ゲーム以内で中太との戦いになったら確定、うん、多分あんまないと思う、あんま、うん、もうその間に中太とバトルできたら時点でもう
勝ち確定みたいななってて、うん、で俺180ゲームぐらいでチュータと戦ったのよ、はい、でオッケーと思ってもうその時点でコーヒー買いに行って戻ってきてチュータとパンパンパンってやったらチュータが勝ったの、はあ、えいやで信じられなくて、うん、チュータって他のモードの時に戦ってもまあ勝つやん、うん、9割勝つような相手やのに193ゲーム以内で戦って負けたっていうのが即座に理解できなくて、うん、そのまま俺3万円ぐらいさっきでもチューター、うん、って考えながらそれ意味が分かんないからもう勝ったよあれチューターと戦ったのに今出てないってことはどういうことなんだろうなと思いながらさらに突っ込んで負けたっていうのが飲み込めなかった当たってたはずやねんから当たるんやっていう、ね、そう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 意味わかんないなって思いながらそこで意味わかんないなってこのまま止まれないのそうやね意味わかんないな打てるあ入れてる気付いたら3万気付いたら3万全然当たらないいやほんまにそうやねんな大勝ちもするし大負けもありました俺でも一番だから8万突っ込んで7万勝ちみたいなのあったからなやっぱりああそうそれがあるのよこれはその何時間かの間にお金のない若手芸人がマイナ8万からプラ7万までこう気持ちが揺さぶられるってそれはやっぱハマるよなそうでこれは8万の時に濱家の心が折れなかったからプラス7万になってますそう7万でやめてたら7万見えてないわそうそうそう8万の時点で逃げちゃったらもうダメでしょ、うん、でそういう経験をしてるから8万の時に逃げずに10万12万っていっちゃうわけでなくなってメダル4枚だけ受け皿に置いて帰っちゃうふ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 う言いながらね負けすぎてもう別にその時はもう1枚2枚残ったメダル4枚にしてなるべくこの台をキープして感なんかなくやねんけど1枚2枚をなんか隣の人の受け皿にポンと入れるっていうあれ何の格好つけたのあったあった帰る時めっちゃあったそれ帰る時にあんねんその端数の1枚とか2枚持っててもしゃあないからっつってもうやめる時に2枚を知らない知らない人知らない人それされることもめっちゃあんねん、おじちゃんとかが2枚チャリンって置いてでこっちはさ勝手に入れられてるから、うん、俺なんか言わなくていいのになんか勝手に入れられたら一応お辞儀だけするっていういやせめてかっこよくかっこよくホールを去りたいそう、それは絶対そう負けたことなんて意に介してない、うん、何やったらこの余ったメダル全然おいおいおい、うん、そう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 3枚なんか絶対あげない、うん、2枚1枚か2枚3枚だったら回せんねんから1枚2枚ちょんって置いて高確率モードっていうのに何回も入んねんやっぱり10万円分ぐらい売ってたらさ何回も入んねんけど全部高確率で抜けんのよそれがもう当たらずに、うん、その時のもうほんま前も言ったけど期待値からのピュッパッて開いた時にただの通常に戻ってるっていう、うん、うんうんうん、俺スタンド使いやったら後ろからゆらーって出てきて大ボーンやってると思うやるやっちゃうぐらい俺が今直接殴ったら捕まるから、うん、殴らんだけでスタンド使いやったらいいんだ当時の若者はマナー悪いからほんまに台どついてる人とかいたからね、うん、しかも店員にバレないようにこんなんしたらバレるからみんななんかプシバレないようにゼロ距離からゼロ距離から演出激アツの外れた時とかそれはもう周りへの威嚇でもあるあいつ危ないやつやわ思わせるための俺らはやってないですよ俺らは大事はしなかったですもちろん絶対やらへんけど俺らは山口さんが言ってた
ので思い出したけど、今大当たりできる状態になったら7が揃う、7揃える状態になるから、うん、あの7の図柄もあんねんけど、姫のお姫様の図柄もあんねん、うんうん、それで揃ってもビッグ成立っていう、うんうん、はい、青7青7お姫様とか、お姫様青7青7が一直線上に並んだらもうそれボーナス確定してるっていうことやねん、うんうん、だから あれ知らん間に、え、姫77あ入ってたんやんとかいうのもあんのよ、うんうん、一回山内さんが言ってたんが、それ何の意味があんねんって思ってんけどつって、山内が隣で売ってるやつがなんか、で真ん中に姫、真ん中に7、右上に7って揃ってらしくて、この一番左の姫をなんかでずらして、その止まってる間にこう77姫に並ぶように、うん、でこうリールをこう回そうとしてるやつが、それ何の意味があんねんって、うん、それでそうなったとしても、うん、把握してないでしょ。一回マジであったのが、ドンちゃん売ってた時に、うん、奈良で、その奈良のヤンキーみたいなやつがボーリングでもさ、こう投げてドーンって投げる人おるやん、うんうん、そんな感じでドンちゃんで1リールごとにほんまにバーンバーンバーンってやってて、でマジですっごい太ったやつやってんけど、ドンちゃんがこんぐらいの感じで揃ったのよ。あ、ちょいずれの感じで、ちょいずれで、おう、ほんまやったら多分下のドンちゃんやねんけど、うん、バーンっていう衝撃でちょっと半リールぐらいになって、こうこういうドンちゃんの揃い方してシャーって言っててんけど、もちろん当たってなくてダメなんだみたいなの言ってて、いやダメに決まってるんですよ、お前思いっきりどついたからリードがブレて、だから仕組みはもう分かってなかったからやばいやつ、内部で揃ってないと意味ないから、ね、第2位吉村でした、はい、第1位いきますか、はい、主役は銭形。おお、俺ねほんまにこれだから、吉村に関しては天井を叩いてバーで多分終わってんねんやんか、うんうんうん、でも俺主役は銭形は結局金足らんようになって10万近く使って天井叩けずに終わったっていうのがあるね。一番きつい大阪の大黒町のアロー、あーほんま、てーてて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 降格っすよね、ゼニガタイム、うん、ばっかりばっかり嫌になるわ、うん、つって走っていくやつ、そうしたらこっちにベルとかが大量に落ちてる、穴ぼこに落ちたり、穴ぼこ落ちたり、いやこれだから主役は銭形ほんまに一番だから印象良くない、あそういう意味で言うと負け系のエピソードで言うならばこれが一番印象良くないね、当たらずに10万近く負けたってストレートで、ほんま天井にたどり着けずに負けるって一番もう無念だからね、うん、天井っていうのはちなみに前おっしゃってたあの設定1から6で6が出やすいとかの、これが1から6一周することが天井みたいなことですか。何を言ってんねん、なんで変動するの設定が、設定とまた違うんですか、設定はもう決まってんの、お店側がもう夜中に決めて1日変えたらダメなわけ、設定は。でその天井っていうのはパーンってやってパンパンパンってやったらこれ1回転だ、はい、でパンパンパンで2回転やねんけど、1500回まで回せば絶対に1500回で当たりますっていうのが天井決まってる、無限に回すってことはないのよ、どんだけ負けようが1000回1500回とか1900回とかそこでそこまで回せばとりあえず1回大当たりは来ますよ、バーかビッグかは知りませんけどみたいな、ああなるほど、それが決まってんだよ。でそれがもう台によって違うねんけど、990回転が天井の台もあれば、それ機種によって違うんだけど、銭形とかは大量獲得機やから天井が多分深かったのね、1500回転とか1900とか言ってたんじゃないか分からへんけど、だからかなり回さないとあかんねんけど、700回まで回してやめるってもう体感1200回ぐらい回してる気持ちなの、自分で700回まで回してるってことは、ほなその後の人700回ちょい回せばさ、うん、当たるわけやん必ず、俺の0から700回を誰かにプレゼントしたことになるから、 そうやね、それがもう無念で仕方ないわけ、だから4枚置いていくのよメダルを、そうそうそう、
その気持ちがあるからお金が天井行かなくて足りなかった時にすごい悔しい気持ちが残るってことです。一回上まで天井まで行ったらとりあえず悔いは残らないと、まあ、まあ、ちょっと嫌だけど、まあ、そこまで行って負けたらまあ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 一回当たったからっていうのは、うん、しゃあないなっていうのはあるんだけど、だからさっき言ってたやつよ、その天井までもうちょっと回せば当たるのに今帰るってことはあいつ持ってるお金全部なくなったんやって思われるわけ、うん、今使えるお金もうないねんやって、うわあいつすってんてんになったでって思われるのが嫌だから電話かかってきたふりして、うん、はいはいはい、あほんま、あもうじゃあ行くわそっちってしないとってなんのよ、うん、あいつ用があったからやむを得ず帰るんだ、お金は多分あっただろうに、ああ行くわほんなら、うん。のコンボやな、かっこよく帰りたい、そうできる限りホールを潔くかっこよく去りたい、負けて帰ると思われたくないから、やっぱそういうやつって匂いがするからさ大どきそうな、もうすごいね、あの島ってこう、あの例えば銭形の島やったら銭形がバーッと並んでんのよ、うん、台が、そこが銭形の島やねんけど、うん、そういう島が何本もあんねんな、うん、でパーッと歩いとってパッとこの銭形の島見た時に、まあ、何十人もバーッと並んでんねんで、うん、その何十人の中であいつやめそうやなっていう匂いが分かんない。いやマジのハイエナやねほんまに。あいつもう死にそうやなっていう。うん、分かる分かる。で刺繍が漂うから何人か後ろで待機すんねん。それが耐えられへんから電話してもう仕方なく帰らなあかんふりをして、残りの2枚のメダルをこっちに上げてかっこよく去って、どくときにえいいんすか？座っていいですか？みたいな聞いてくるね一応やっぱりもうハイエナ何匹もおるからさ、獲物取られたらかなんということで。いち早くこう言ってくるやつとかおんねん、え、これどくんすか、もう座っていいですかみたいな、で、その時もかっこいい、悔しくて仕方ない、出そうですよ、もうじゃあお前がやめてや十何万って、まあ、12万、13万って、うん、当時の1ヶ月のバイト代とかそんなんや、全部やから1ヶ月めっちゃ働いたのを一瞬でやられてた。ほんまに次の日とかあったよな、給料日の次の日とかによっしゃ資金補充しましたっつってスロット行って全額負けて、どう生きてたやろな本当に、うん、まあまあ負ける、私銭形ね、はい、私はちょっと意外な第一位です、はい、こちら肛門茶碗、はい、そう水戸黄門をモチーフにした感じの台で、うん、ちょっと甘い台というイメージなんですよ、はい、で円石天井低かったよ、天井低いね、999やったんでしょうかなこれ、うん、とか1000とかそんぐらいだと思う、うん、ほん で演出も楽しいのよ、うん、でちょいちょい当たってくれんね、うん、でめっちゃ負けた、だらだら、わかる、あの400回転いったら天井浅いからちょ天井まで打ってやめようとかなんのよ、で天井でちょっと引くやん、で天井で引いた後に300回転ぐらいまでそのメダルで回せるわけ、もう一回天井でももう最悪天井まで行っても2万投資でしょ、でそれまでに引けばいいしっていうので、なんかほんま自転車操業じゃないけどもうやめるにやめれないループに俺これ入っちゃって、ちょっとずつ減っていく、ちょっとずつ減っていくね、当たるからもうちょっと回せばだから打とうって、そうか、実際天井で引いてまたもうちょっと回せば天井だなっていうので、ほんで吉宗とかと違って甘い台っていう印象があるから、はい、俺は危険なことはしてないっていう思考回路になるの、めっちゃわかる、いや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 、いつでも見引けるしみたいな、うん、そうそうそう、俺は今日お気に入って打ってるから、うん、その博打したいとかじゃなくて今日は安全に楽しく遊ぶためにやってるんですっていうことをしながらじり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 めっちゃ負けて、だから短期決戦っていうより1日かけて最終的にもう15万負けたりとか、うん、いやこれはだから楽しみながら負けていく、いや一番危険よ、危ないな、うん、達成感めっちゃあるね
弾けてるかな、そこそこ大当たりね、うんうん、まあ楽しかったけど負けたなみたいな。で終わって帰り道でちょっと待って、めっちゃ負けてるちょっとめっちゃ負けてるってなる、知らん間に体ボロボロなって、そうそうそう、これはもう許されてる代だからみたいな感じで俺は負けていってたのよね。で獲得枚数的には400枚とかそんなぐらいだった、460とか、うん、360から400枚ぐらいじゃなかったかな多分。俺も黄門茶碗は勝ってないな、負けた代っていう印象。でも楽しいよ、楽しいだから危ないな、うん、おじいちゃんとかも打ちそうやん黄門茶碗って。だから安全な代の感じがすごいしてて、それで1日かけてじわ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 負けていく。一番良くないのはだから勝負する体勢に入れてないのに勝負してるっていう、うん、準備運動せずに急に動いてるみたいな形、うん、もっと言えば吉宗とかで短期決戦で3万とか決めててさ、3万で負けたらその後1日別のことに時間は使えるわけよ。これはもう1日かけてやられるから時間ももう使われるし、すごい危険な台ね。まあ、仮に吉宗の場合今3万って言いましたけど、午前中3万負けても夕方また現れるんですけどそうどっかで5万補充して、うん、すごいよ。でも朝負けて帰って夕方行く時も景色も別やから、もうすごいリフレッシュした気持ちでさあ行きますかって、2日を1日でやってるみたいな感覚だな全く別の感覚、うん、朝はもう二度とせえへんって思いながら帰ってるから、不思議。これも番外編になっちゃいますけど、うわ、秘宝伝、秘宝伝、これはアラジンの後継機みたいな感じで出たんちゃうかな。で結構打ってる人多かったの、多かった、全然当たらなかった。結局何やったかよく分からへんかった、全く分かんない。当たったんかなと思ったら広角に当選してただけだったとか、うんうん、ちょっともう年取ってたのかな、この時ついていけなかった。そうで分かんないままちょっと打ってなんか出るって言うてるしなっつって打ってめっちゃ負けた。幽霊と戦ってるような感覚そうね、実体のないものとね。あとは鉄拳、鉄拳あったな、みんなが打ってるから。この鉄拳とあと鬼武者、うわ、はみんなめっちゃおもろいっつって、でめっちゃ出るでって言うから、ちょっとやってみようっつって、全く当たらず。そう、鬼武者とか俺も全然面白くなかったよ、ね、鬼武者一回司会路うちに行ったよね、イベント一緒の時じゃなかった、行った八十島と行った行った、鬼武者のイベントあって、で濱家とあの2700の八十島とか時もいたかなと。俺も鬼武者分かんないけど、鬼武者のイベントって言うからうちに行ったけど、うん、全然当たんないから面白くなかった。ちゃんとほんでやっぱルールを理解してないと語れへんねん、うん、あの別に一緒に回してねえから関係あれへんやんと思うかも分からんけど、うん、意味分からんと売ってたら念が乗らないから、うん、そう、こう行けって思うたら気持ち乗せて行けって思わなあかんとこで行けって思えてないから当たらへんねん、勝負どこが分かってないから。そう、その物語を知らないから、この演出の今ここが大事ですよの念を入れれなかった、うんうん、そういうのは雑誌とかを事前に読んでとか、こういう時に当たり確率が来るとかっていうのをある程度知識入れていくっていうことですか。なんか俺はあの好きな台ができたらちょっと雑誌とか読まずにまず打ってみて、うん、ちょっと楽しいなと思ったらそっからちょっと雑誌見て勉強するみたいな。そうそうそう、俺も一緒、先勉強してから台に行くってことはしてなかったよな当時、うん、あったっちゃあったけど、うん、ほんまに念やねん、いかに台とシンクロできるかっていうところだから、うん、やっぱり吉宗とかは勝負どこ分かってるから、今高狩り入りました、はい、はいはい、ここもう本当に大事、一番大事なとこですって気持ちにして挑めるから、リアルゴールドを買いに行くタイミングが分かりやすいのよ吉宗とか、そうよし、こうリアルゴールド買いに行こうとかいうタイミングが分かりやすい、うん、思いっきり負けた台って楽しくて思いっきり突っ込んで買ってたりする台やから、うん、一回もやっぱその感覚味わってない台ってあんまりいけない。そう、もう一回打とうと思えへん、うん、一発ちょっと5、6万負けてもうなんなん全然やんってなってそのままフェードアウトしちゃう。相性だからめっちゃあんなスロットってもう女性スロットは女性吹いたりするし、それも下ネタやろ
チャンネル登録お願いします。今度さ、あのスロット台もう買うから。そうそう、買うから売ってみ。教えるわ、森下とか鎌田さん。いや、まあ、確かにちょっとどんなのかは、うん、スロット指南動画撮るから分かる。勉強してハマるで。いや、確かに話聞いてたらやってみたいな。スーパー遅れてハマるで。ちょっとすみません、でも50分以上ちょっと待って。そんなに待って。ちょっと言ってよ。すみません、止めれないんだからこっちは。すみません。